ペガサス航空はトルコの格安航空会社である。また i a t a に加盟している航空会社でもある。1989年12月1日に設立。1990年4月15日に2機のボーイング737から400で運航を開始した。しかしながら運航開始から4ヶ月後にイラクによるクウェート侵攻でトルコの観光業界に大きな影響を受け。 それと同時に同社にも打撃を与えた。1992年、観光客が戻り始め、そして同社は3期目のボーイング737から400導入で、さらに成長した。その後も成長を続け、2012年には、キルギスの航空会社であるエアマナスに対して出資を行いペガサスアジアに解消したほか、 エアバス A320 ネオとエアバス A321 ネオを合計で最大100機発注する契約を締結したまた、2012年から2013年にかけてイズエアを買収するなど規模の拡大を図っている。2015年現在、ヨーロッパのみならず中央、アジアや西アジアにも路線網を広げている。 中央アジア南アジア西アジア東ヨーロッパ北ヨーロッパ西ヨーロッパスイス2021年8月現在過去の運行機材基本的には全て有料で提供されているまた機内食の事前予約サービスもあり15種類から選択できるありがとうございます